でもノエルはさ、はいはい、バレンタインでさ、じゃあさ、なんかオフでできるさゲームなんか思いつくのあった？あるよ。誰でできるゲーム？やっぱソーセージレジェンドっていうさ、お前さ、神ゲーがあるんすよ。もうなんだこんな人。ペコーラね、ノエルには言わなかったペコなんだけど、ほいほいほい、なんかね、何、あのペコラの、あのオケあるペコじゃん、あの極楽園のオケにさ、うん、何入ってると思う？ペコーラ来た時にえって思ったの、マジで。え、何が入ってるんだろうな。いや、人参かな。人参とかじゃないペコだよね。スバル先輩のなんか鳥とノエルがなんか寄り添ってもらって、待って、やめて、ほんとに寝てるわ。やめろやめろ、マジでやめてくれ。なにこいつと思って、人のオケの上で何やってくれたのと思っていいね、可愛いからさ。いや、可愛いペコだけども、すごいノエルのこのあの人形の表情がさ、何、うん、とも言えない表情でさ、うん、なんかもう、うん、怖いよね、同じ同期としてさ、うん、あ、そう、団長さ、ペコラッチョにしてもらいたいことがあって。そうそう、今日さ、いやだよ、何ねえ、もう聞く前に答えを出さないの。何え、団長さ、スバル先輩のグッズとか結構ホロメンのグッズって結構買ってるんだけど、うん、もちろんね、やっぱ一番はね、同期なんで、うん、同期のグッズも買い漁ってるんですが、だいぶ前だけどさ、2周年のグッズが、おいおい、お前何が同期がさ、大事なのよ。お前一個もペコちゃんの飾ってねえじゃねえか。スバル先輩の浴衣のやつをどんどんで、フリアのメガネのやつもどんどんって置いてさ、おい、ペコラのグッズ置けしかねえじゃねえかよ、お前。ダンボールに入ってるペコちゃんが舐めてるか、お前。見てよ、ほら、俺もったいなくてさ、ほら、はい、皆さん、こいつもったいないって言いましたけどダンボールで、はい、中身確認。あ、ペコラのだ。はい、ダンボールそこにポーイいや、これが実態ですよ。何が同期が大事じゃないの、こいつ。一番はやっぱ同期だよ、ペコちゃん。いや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 、こいつ舐めてんの。一個もペコラの数当てねえじゃねえかよ。フレアのバックスでスバル先輩のもちょこ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 って置いてさ。え、でもほら、目の前にあるさ、ノンストップストーリーのタペストリー、ほら、ペコラッチもいるよ。ダメだよ、ほら、ペコラメンバーほとんどじゃねえかよ。いるよ。ふざけんじゃねえ、ペコだよ、お前。よいしょ。